お客様にお願いいたします。携帯電話をご使用の際は周りのお客様のご迷惑となりませんよう電気をご利用ください。 Depends on which airline you are going to use. Passengers departing from Terminal 2 and Terminal 3, please get off at the station for Narita Airport. 今は何に乗ってるかっていうと、成田空港に向かうために成田エクスプレスに乗っています。韓国に戻ります。朝一の便で行くので、まあ、それに間に合うように、まあ、このめちゃくちゃ早い時間から電車に乗って向かってます。ちょっと荷物チェックって言ったらあれですけど、一旦荷物紹介というかこんな感じで、そうだよね、朝だってのもあるしね。入国に関するご案内なんですが、英語と韓国語どちらがよろしいですか？韓国語と英語で、ありがとうございます。何冊かあるので機内でゆっくり読んでいただければと思うんですが、機内でチェックインの時に荷物検査が終わりました。荷物預けたんですけど、手荷物と預け荷物でキロ数制限があって、めっちゃ写し替えてました。3回ぐらい、もうお姉さんに分かりましたとか言ってバタ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 してる姿を見せちゃってたんですけど、なんと最後に応援してますって言われて、パンツとかいろいろ見られちゃった。やだ。じゃがチョコを買いました。あと、まあ、しばらくもあと、まあ、1ヶ月ちょっと日本のお茶は飲めないかなと思って、家も。
ナの陽性証明書とか書類を出して入国審査を受けて入国しました。このまま外に出ます。네, 여기인데 문 앞에서 네, 여기서 내려주시면 돼요. 네? 네? 네, 없어가지고 혹시 카드 결제를 안 되나요? 카드 죄송합니다. 네, 감사합니다. 오늘 雪 めっちゃ 降ってた みたい. 어떡해, 너무 추워. 오랜만에 제 숙소에 들어갑니다. もうやばい、ちょっとやばいんです。今やっと家に帰ってきたんですけど、まあいろいろもうこれから解体していくので、ちょっと汚いのはあの歪曲ということで、いやとにかくやばいって。何があって、コバエの巣になってた。ずっと家を開けっぱで、でここがもともとコバエが入ってきやすくて、でももう本当にとんでもないぐらいに窓の縁に一つ重大なミスを犯したことに気づいて、冷凍庫と冷蔵庫の中に、まあ、賞味期限結構長いものをそのまま入れっぱにしたんですよね。別にそれは本来は大丈夫なんですよ。なんだけど私のここがバカでブレーカーを全部落としたんです、この家を出る前に。だから3ヶ月間ブレーカーが落ちて、かつ冷凍庫の中身も腐り始め、そこにコバエがやってきて、さっき開けたら冷凍庫と冷蔵庫がコバエの家になってました。どうしたらいいの。もう今から保健所とかにいろいろ電話しなきゃいけないんですけど、もうそんなこと考えてらんないよ。コバエやんなきゃ。こんにちは、小林助教師です。せーの、うわやっぱ、これやばいんじゃないの。